港なので、ね、本当にゆっくりゆっくり進んでるんですけれども、こちらが、あちらが隣の船ですね。この船は、コスパフォーチュナジェノーバという船になります。この後8時半からディナーの席を予約しているんですけれども、こちらはですね、基本的に時間を指定してダイニング、まあ、メインダイニングと呼ばれるところなんですけれども、そちらで夜ご飯いただくんですけれども、6時からそして8時半からの2回に分かれてまして、我々2人はですね、2人席を希望しましたので、とりあえず8時半に指定の場所へ行くようにと言われています。で、我々の席を、予約しておりまして、8時半からが、毎日の夜ご飯の場所になります。で、そこに15分以内に、まあ、到着しなければ他のお客さんが勝手に入るというふうになるんですけれども、ちょっとずつ船速くなってきましたね。あちらの船も、あちらの船にひなが手を振っております。まあ、やはりさすが大型客船、本当にあの出航していたのが全然わからないぐらいスムーズな出航ですね。全然全く揺れを感じないです。さあ、本日から、お世話になるメインダイニングシルクさんの方へやってまいりました。こちらがメニューとなります。こちらのメニューの中からですね、好きなものを好きなだけ好きな組み合わせで注文できるというふうになっています。ウェイターさん、ニールさんという方ですね。8時半から我々が、来る際には必ずあのニールさんという方が、我々のウェイターになります。でですね、注目していただきたいのがこちらヒナの後ろ、まあ、椅子ですね。この椅子がですね、ちょっと特別な椅子になっておりまして、通常椅子は、だいたいああいった感じになっているのですが、なぜか我々、の座席にはですね、キング&クイーンという、椅子を用意していただけちゃいました。なぜかは分かりませんが、ラッキーですね。すごく座り心地いいです。ものすごいロイヤルな気分になります。そしてこちらが、メニューになるのですが、メニューに関しては全て英語で表記されております。で、一個一個和訳するのもちょっと時間かかるので、まあ、そちら詳しくには、ブログで紹介したいと思うので、そちらをご覧ください。いや、オニオンタルト、なんか今日のおすすめだったらしいので食べてみます。オニオンタルトというか玉ねぎのタルトなんですかね。めっちゃうまいです。うん、もうね、ごめんなさい、グルメリポートとかね、やったことないし、下手なんでね、あの多分全然伝わらないと思うんですけど、玉ねぎを飴色になるまで炒めるじゃないですか。で、あの美味しそうなあの香りがそのまんま口の中に入ってくる感じですね。あ、そう。ひなさん、サラダどうですか。チキンサラダですかね。なんかね、あ、ぶどう入ってる。ぶどう入ってる、へー。ね、葉っぱがね、苦くてあんまよくわかんない、葉っぱが苦くてあんまよくわかんない。次はエスカルゴ、食べてみたいと思います。エスカルゴは、まあ、あのファミレスチェーンのサイゼリアではよくね食べるんですけれども、美味しい。ちょっとバターバジルソースで、まあ、なんかねピザみたいな味がしますね。バジル系のピザで、エスカルゴ、まあ、カタツムリなんですけども、食感はマッシュルームに似てるかな。うん、全然臭みとかも全くなく、チキンとマッシュルームの間みたいな感じですね。メインダイニングはお水もタダでもらえるんですけども、氷水すごく美味しくて、安心しました。割と海外の水って水道水使ってたり美味しくないんですけども、ここのはちゃんとしたミネラルウォーター使ってて美味しいです。こちらがメインディッシュのバーベキューリブですね。そしてこちらが、サーモンのグリルですね。まあ、両方とも、なかなかの量のポテトが後ろについているので、結構ヘビー級ですけれども、食べれる分ね、しっかりと食べたいと思います。はい、どうぞ。
します。ごちゃごちゃ。サーモングリル、ね、甘いかな。甘い、うん、ソースが、あ、でもソースはなんかマヨネーズソースっぽい。その上に乗ってるのはマヨネーズじゃなかった。マヨネーズじゃない。ニンニク入ってるかな。あー、ちょっとニンニク、うん、うん、うん、もうなんかひたすら美味しいって感じですね。はい、もう我々2人とも食レポ下手くそです。そうですね。じゃあ私もバーベキューリブ食べてみたいと思いますが、これ骨付きなんですよね。どうやって食べようかな。とりあえず切れそうなところから。あー、うん、美味しい。あの本当にアメリカンバーベキューって味がするんですけど、肉がね、あ、柔らかい。 いや正直あのメインダイニングで、まあ、普通に無料のダイニングなので、その有料のスペシャルダイニングとは違ってクオリティが低いっていうふうに聞いたので、まあ、そんなに期待はしてなかったんですけども、これねめちゃくちゃ美味しいです。さあ、デザートは私の大好きなクレームブリュレ、そして、妻のはアップルコブラというですね、ノンシュガーの、デザートなのですが、まあ、いまいちよく分かってないですあまり詳しくないので、と、こちらがバニラアイスですかね。はい、いただきます。はい、アップルなんとか、アップルコブラ、アップルコブラ、アップルコブラ、アップルじゃないね、アップル&ブルーベリーって書いてあったかな。うん、ああね、はいはいはい、アップルタルトみたいな感じ。アップルと、メニューではペアって書いてあった。梨かアップルじゃないかな、梨の方か。梨とベリー、ブルーベリーかな。うん、ってことは砂糖を加えてないとはいえジャムだから、まあね甘いよね。ノンシュガーとは、うん、本当に、うん、ねえ、ひなちゃん甘いの大好きだからね。あー、美味しそう美味しそう。はい、じゃあいただきます。クレームブリュレもね大好きなんですけどね、このサクサクと割るのがねめっちゃ好きでね。あー、香ばしい香り。多分バーナーでね炙ってるんですよ、上のカラメルを。うまい、うん、めちゃくちゃ美味しいです、クレームブリュレ。上のカラメルがすごく美味しい、そして下のカスタードと相まって、うーん、あ、コーヒーも美味しい、うん、いや最高ですね、見ないで